高校生の時に活動していたそのライブハウスで出会った友達を中心に声かけてて、でギターの早川とかもそこで出会った一人です。あで風もそうだね、うん、最初に YouTube に曲を上げてて、でそれを聞いてかっこいいなと思って、ちょっと一緒にやろうよっつって、本当にただの同級生っていうか大学のめっちゃ仲いいやつ、まあ酒飲みに行ったりみたいな感じの友達がちょっとタクヤベースやんねって言われてマジかよってなってまあ僕もまあ半ば強引に強制的に練習してスタジオ入って、そしたらもう最高に楽しかったっていうダッツ前から好きで、そのモンジョが作ってた曲とかをずっと昔から聴いてたんで、あのダッツ入らないみたいな、ダッツやらないって言われる前からもうダッツの曲全部叩けてで、もうそんな中あの声がかかったので、もう歓喜もうね歓喜だし、最初のスタジオでもう全部できたんで、そう最気持ち悪いやっぱりギターで作曲するよりかはパソコン上のソフトウェアで、まあ、ビートを作っていって構築していく方が自分らしさが出るっていうか、その、まあ、自分の強みがもう 100% 出せるなって思って、でダッツでもそのスタイルをシフトしました。なんか音源とライブがそう全然違うものになるからこそ、ライブでさらに熱量が上がったなっていう感覚があって、そうですね、前だからもうギターで曲作ってた時よりも今のその音源はかなりエレクトロにシフトしてるのに、ライブは前のスタイルよりもバイブスが高いっていう、うん、熱量が感じて、なんか面白い化学反応が起きてるんですよね。もともとやっぱりそのめちゃくちゃフィジカルなバンドだったので、考えずともなんかそういう方向に行っていたっていう、そのスタジオで合わせた時からもうサウンドが変わっただけで、うん、やってることは多分今までと変わらない。なんかすごいやっぱり汗かくし、なんかこの体勢になってからの方が僕汗かくんだよ。そうなんか逆に声張り上げるし、だからもうなんか前からのそのスピリットをなんかこう受け継いでて、うん、じゃあ今回じゃあまあ音色が変わったから。じゃあ静かにしようねとかそういうわけじゃなくて、うん、もう本当そのまんま、うん、新鮮でさらに楽しくなったっていう、うん、最高でしょ、最高でしょ、最高だと思う、かっこいい、てかもう僕逆にもうダッツのメンバーじゃない誰かになって聞いてみたいもん、うん、そのまるで客観的に聞きたいっていう、かっこよすぎるからなんかさりげなく社会派だったみたいなノリですよね。なんかこう本当にもう本当サウンドメイキング的にもこだわり尽くしているし、でまあ単純にまあ本当にメロディーとかもポップだし、本当にいろんな人に聴いてもらえるような作品なんだけど、さりげなくそこにまあメッセージがあるっていうか、あんまり押し付けがましい句はないっていうところがすごいいいな、まあ、本当個人的にはいいなと。そのある状況をただちょっと面白がって描写してるっていう感じっていうか、そういうのが多分歌詞を読んでもらえば分かる、聞いてもらえば分かるんだけどっていう感じ、うん、まあ、東京の今の世代の若者はどういうふうに、まあ、じゃあ情報化が進んだ今のこの社会だったり、まあ、人と人とのコミュニケーションだったりみたいなのを捉えてるんだろうっていうのを、まあ、海外の人にもこう面白がって見てもらえたらいいなっていうの思いがあって、で英語にしてます。東京から発信、そうそうそう、東京から発信、そう、ね、歌詞4人で書いてるもんね、そう今回は全然違うもんね、なんか感じが、うん、その一人の人が書く歌詞と4人が書く歌詞で全然雰囲気も違うし面白いよね、うん、真面目かフフ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 フ
もう本当に国やジャンルとかをどんどん超えてクロスオーバーを生んでいけるような活動っていうのはガンガンやっていきたいですね。自分は結構ラウドとかメタルとかをずっと聴いてきた人間なんで、本当になんか極端なこと言うとなんかノットフェストに出ちゃうよくらいのバンドに僕はだってはなりたいです。バンドっていうものの概念を崩していきたいと思ってますね。バンドなのにその時はバンドメンバーじゃない人がそのチームに入ったりだとか、違う言語の人がやってきたりとか、面白いところで演奏したりで、全然ライブハウスじゃないところで音楽が流れてたり、ダッツに紐づく全てがそのダッツの楽しみ方ですよっていうものを提示して生き続けたいと思ってます。ここはそのメインストリームに行きたいなって、この今のサウンドのままメインストリームに行けたら本当にそれはいいなって、なんだろう、変にこびずにもう単純に自分たちがかっこいいなって思ってることをやって、でそれを評価してもらってそのまんまメインストリームに行けたら、それ本当にバンドとしては幸せなことだし、こういうバンドが今こういうシーンにいてでこう評価受けてる、じゃあ俺らももっと好きなことやろうよみたいな、ね、そう、下の世代がやっぱそう思ってくれるような存在、ね、日本の音楽面白いぞって、こういう音楽でも絶望させたくないよね、ね、からもうメインストリームに行けたらなって思いますね。精進してください、みんなでね一人だけに、じゃあ頑張ってください、お疲れ様です、お疲れ様です、あれ